朝の山頂は空気が澄んでひんやりとして、とても心地がいいですわね。景色も素晴らしいですし、登ってきた甲斐がありましたわ。少し息切れしてしまいましたわね。宿泊先から近いとはいえ、ここからの景色を早くお見せしたくて少々焦ってしまいましたわ。実は水筒を持ってきていますの。喉も潤したいですし、ティータイムにいたしませんか？あちらのベンチがちょうど良さそうですわね。このままここでじっくり景色を眺めていたいと思っていたのです。ゆっくりしていきましょう。そうそう、私いいものを持ってきましたの。この入れ物なんだかわかりますか？ええ、シャボン玉です。懐かしいでしょう。あなたも分も用意いたしましたわ。吹き口もちゃんと2本。ルビーとよく遊びましたから、こういう準備は抜かりありませんわよ。今日は風も穏やかですし、ゆったりとシャボン玉遊びが楽しめそうですわね。あら、なかなか飛んでいきませんわ。かくなる上は思いっきり息を吸い込んで、えい！見てください、あんなにたくさんのシャボン玉ができましたわ。私としたことがつい童心に帰ってはしゃいでしまいましたわ。あら、あなたも結構上手なんですね。あ、ちょうどいい風が吹いてきましたわ。もっとたくさん飛ばしますわよ。絶景の中でのシャボン玉遊びというのも贅沢な時間ですわね。